はい、どうもこんばんは。ラムナットです。バイオショックインフィニット実況続きをやっていきましょう。出れませんね。あ、反対なんだ。あ、こっからなんだね。なるほどね。というわけで今回もよければ高評価いいねよろしくお願いします。まあ、今回でね、最終回予定です。こう怪しいですね。死にそうですね。またね、あれ、このライトのやつをどうにかやり過ごす方法は。私にも見えるの、物事のこれからの姿が、そしてあるべきでない。この世界のエリザベスはやっぱ全然違いますね。見てない間に、よし。いや、しかも反対側だし。なるほどね。これ足音でバレたりするのかな。いいぞ。バレるんかい。バレるんかい、これ。逃げましょう。ん？案外来ない。いや、もう終盤だからなのか、もうバトルが激しくて。私たちの心は罪にまみれている。ほら、お父さんみたいな。腐敗のあまり償いの道を見つけられない人もいる。そうした心は根っこから摘み取らなければならない。ほら、もうカムストックと同じ。私の子供たちには何の責任もなく、落ち度もなく、そして選択も与えられなかった。魂がないのなら意志に一体何の価値がある。意志ね。レシュラックスさん、ゴムさん、ゲーマーさん、ミキさん、ケイさん、こんばんは。ありがとうございます。エリザベスのね、話し方も全然違うし、なんかポートレートも若干なんか目にあざみたいなのついてますね。お、ティアだ。ティアがありますよ。これはね、俺が連れてきた方のエリザベスな気がする。私が病んでいるのだ。私が望んだのはお前の潜在能力を引き出すことだけだったというのに。潜在能力ね。潜在能力が謎ですね。間違えた。警備員の部屋、警備員の部屋。ここみんなが寝るところってなってますね。お、抜けたのかな。医者のペッツ呼べたエリザベス、君の主治医だ。しか言わないで。犯行か。随分時が経つのに、デュイットは君を見捨てた。彼のことは忘れません。彼が来るわ。このお医者さんもね、ちょっとわかんないですね。タカさん、こんばんは。ありがとうございます。さあ、ここが寝る場所。ああ、ここにもいるんだなーってなってやめたんですね。足音でバレたり、今向こう向いてて、あ、はまった。どっち向くかな。行きましょう。よしよしよし、完璧、素晴らしい。でも多分ここまで来たらバレないはず。これだけちょっと聞きたい。標本を始末するんだ。彼女に逃げられた私たちの有限者の人を。標本ね。彼の後継者を。パウエル。その方がみんなのためだ。事故に見せかけよう。事故ですって。どういうこと？危ない。あれ、いますけど、多分これで、これで固めてからですね。よし、いいぞ。
いますね。来る。こいつも完全に KKK だよね。見た目がね。ほら、味方になりなさい。よし、さあ弾だけいただいていきましょう。さあ武器がそろそろないよ。やばいな。メグさんこんばんは、ありがとうございます。あ、こっちも行けますね。あ、違う、一周回ってきたんだ。コロンビアオーソリティ、今回ねエンディングまでぜひ行きたいですね。頑張ってやっていきましょう。マシンガンの弾2発しかないよ。6発しょぼーい。13発しかない。もうちょっと殴った方がいいのかな。ゴミ箱、エリザベスはあの犠牲になったじゃないですか。もう私塔に帰るからもう許してあげてみたいな。You are being watched。 これは夫人ですね、カムストック夫人。働く場所。もし彼女を直したとして、彼女はあなたの言いなりになるだろう。私の娘には問題が2つある、うん、1つはあなたの科学で直せるもの、もう1つの問題は精神的なもの。問題と希望だ。希望ね、深そうだけど今のところ何も分かんない。うわー、ここでマスクを多分作ってるんだ、グッズ的なね。コロンビアの、あ、キャノン溜まってる。ハチドリ、ウィリアム・アール・フォアマン。あ、ハチドリいましたね、一番最初の庭にね。ハチドリのシンボルがちょっとわかんないな、調べないと。エリザベスがね今いませんね。過去の話で逃げられたって言ってたから、幽閉されてたエリザベスは別のエリザベスですね。そうだと思います。うん、手術された方、事故と見せかけての方がこの世界のエリザベスなのかな。夫人がたい、まあね、明日は手術なんだ。ほら、うわ、まだデュイットがここに乗り込んできて助けてくれるとの。もう6ヶ月経つんだ。どういうこと？どういうこと？もうなんかだいぶ時間ずれてますね。6ヶ月。ロックピック拾ってもエリザベスいないからね。あ、カムストックじゃん。うわ、怖ー。なんだろう、マネキンではない怖さが。いようって言ってますね。いますね、あの、サーチライトマンが。バレてないバレてないバレてない。じゃあこれどっち行くんだろう。あっちね。さあ向こう割と長い間見てますね。いや向こう向くんだ。 あそこに何かあるけどな、ちょっとそれを取りに行く余裕はないかもしれないな。ここまで気はしたものの、ね、ギアだけ取ります。最悪です。逃げまーす。お前は天使なんかじゃない。天使じゃなくてもいいです、逃げますから。あー、なんか見たい。一人の男が私を自由にしてくれると約束した。一人の男が、あ、ブッカじゃない。6ヶ月経ってってこと？エリザベス改造されてんのこれ。ある意味では彼に感謝しているわ。身をもって人類を信じた結果がどうなるかを示したのだから。まんまとこの俺が偽物だっていう。人間を信じた。
めっちゃ目引く。彼の支配から逃げた。彼の所有物だということも否定した。うん。ある男についていった。私の父が持たないもの全てを持っているように見える男に。これ俺のことかな。彼は偽りの羊飼いだった。狼が私に襲いかかってきた時、彼の姿はどこにもなかった。これ俺っぽいよね、だいぶね。ほら、サブミッションあれば彼女はあなたを救ってくれますよみたいなことが書いてありますね。献身的にさえなれば救われると。まあ基本的にね、宗教はね、こう一般庶民が提供するものが少なければ少ないほど人が増える。パリとその環境、エンバイロン。ワーデンズオフィス。何があったんだろうね。ワーデンズオフィス、こっちっぽいな。あ、キネトスコープ。バトルシップベイ。フォアマンって誰でしょう。なんかこの世界のあれだね。キネトスコープは落ちちゃった。まとめられてないね。フッテージだけですね。1909年に亡くなってますね。セキュリティセンター、着きました。ここだね。来ないといけなかった場所は。うわ？ボックスフォン。エリザベス。私は神よりもルーテスを信じるようになっていった。後悔に苛まれると、うん、私の力は弱くなる。それもこれも父が私を捨てたことが原因。自分の力がどれほど強くなっているかを理解した時にはすでに手遅れになっていた。でも償いのチャンスはまだ残されている。私たち二人にとっての償いのチャンスがあと一度だけ。なんのこっちゃいって感じですね。取調べ室、あ、写真だ。こういうところにヒントが。マーダード殺されてますね。ボックスの隠れ家。誰が殺されたんだろう。証拠とかね。これ誰だろう。わかんないね。こっちは？こっちも資料だらけ。ワーデンズオフィス。とりあえず行きますか。あ、ここっぽいじゃん。うわ、ここ。かっこいい。スイッチだ。押していいのかな。何のスイッチかわかんないボタン押すのめっちゃ怖いよ。やってしまったことをなかったことにはできない。やり始めたことを途中でやめることもできない。でもそもそもやらないいう道ならあるかもしれない。彼は最初の希望だった。そして今は最後の希望。まだでも全然未練タラタラというか、だいぶ希望は捨てきれてないですよね。アムストックがね、希望というものを捨てさせるためにみたいな話をしてましたけど。あ、ゲートを開く。あ、これで一番最初の行けなかったところが開くんだ。これで下にいるエリザベスのところに行けるはずだ。よし、帰りましょう。うわらわわ、ビボバババ。
ちでもいいぜじゃねえんだよ。もうあいつ人っぽくないけどね。あれ何なんだろうね、謎のサーチライト男。終わり？いや、まだいますね。どこ？以上。お、ソルト回復しておきましょう。いや、まあ、ブッカーはもうどこに行っても惨殺するんだなっていうのは分かってきた。あ、めっちゃいるし、さっき全然いなかったのに。武器ね、まあ、ショットガンとかはいらないかな。よし。よし、いいぞ。あ、やべ、リロードです。以上。真の救済が始まる。なんだって？いや、戦ってると話聞けないんだよ。あれ？これがベースとなる世界軸っていうこと？魂の生まれ変わり。でも時に心が邪魔をする。もし心が応じようとしないのなら、心の奥底のあらゆる声に耳を傾けよ。うん、確かにここの世界の敵だけね、だいぶ他の世界と違うことを考えると、ここがなんかそのある種の軸的な世界なのかもしれない。いろんな世界をつなげてる。明日この綱から解放される。すべて終わりにしなければいけない。でもサイフォンを壊したところで、無数の扉の中から一つを選んで開ける勇気が私にあるかしら。それにもし私があの人をここに呼び出したとして、あの人は私が作った怪物を退治できるだろうか。うん、怪物とはエリザベスが何か生み出してしまったってこと？こっちかな、開くの。あ、開いてますね。いや、これはね、ストーリーわかんないよ。まあ、いろんなエリザベスいるんだみたいな、いろんな世界があるんだってふわふわしたまま終わっちゃうよね、これね。エリザベス、待ってろ。待っていなさい。あ、いるじゃん、ルーテス。ティアだ。なんだ、なんだとは、なんだ。いつと聞けばいいのに。生きる、生きた、生きるだろう。死ぬ、死んだ、死ぬだろう。消えた。いや、あいつらはあいつらでなんかティアだいぶ操れてますよね。そのマシーンとかで飛ぶとかじゃないんだ。マシーン作ってましたけどね。見ての通りよ。あ、いるじゃん。ここは悪夢が支配する病棟。もう誰も私の言うことを聞かない。カムストック夫人みたいになってない？私にできるのは自分の計画が最後の段階に入るのをじっと待つことだけだった。最後の力を振り絞ってあなたをここに呼んだの。エリザベス、説明してくれ。お前の叫びが聞こえたんだ。俺は助けに。俺はさあ、あれ、エリザベスに変わった。え、降りますよ。でも分かんないけど。エリザベス6ヶ月どころじゃない。うわー、夢の世界だ。預言者の種は玉座につき、人間の山の炎に欲する。1984年ですよ。カムストックは真の預言者だったのよ。嘘。私を打ち砕いたのは拷問でもなければ洗脳でもない。時間よ、時間は全てをダメにするの。希望さえも。助けに来たんだ。ソングバードがいる。邪魔されるわ。ああ、でも何とかする。でも私はもう手遅れ。
ここに来てもらったのはあなたのため、あなたと彼女のためよ。これをなんか鳥かご書いてある。いや俺鳥かご選んじゃったな、そのせいだったりするのかな。大戦争じゃん、この感じは。なんかコロンビアがニューヨーク襲撃してますよね。これは彼女に渡して、彼女なら読めるはず。誰、何が書いてある。アドバイスよ。アドバイス、私のようにならないためだ。あれ戻ってきましたね、蓄音機。どういうことですかこれは。俺は1912年に戻って彼女を、まだ時間はある。エリザベス戻ってきた。あ、ティア開けてくれたんだ、おばあちゃんエリザベスが。カムストック、彼女に何をしている。やめるんだ。カムストックだ。助けないと。どうやって？間違えた。こっち。あそこへ行こう。上からあの機械を止めれば、あそこね、なんとかなるはずだ。任せなさい。マシンのスイッチを。これね、このケーブルを辿っていけば。よし。ナイスナイス。いいよいいよ。待ってくれ、味方になってもらおう。リロードして。その子はお前の娘じゃない。やったかな。割と長い間戦ってくれるんだね。お、自殺。うわ、めっちゃいるやん。リロードして。よしぞ、あの奥届くかな。よし、オッケー。まだいますね。よし、よしぞ。味方撃つな。いや、味方っつっても。よし、ここは関係ない。あ、こっからも行けるじゃん。あー、隣の部屋ですね。あ、いる。よし、助けないと。反対側に行って。なんか嫌な音するね。あ、最悪だ。預言者の顔ついてるわ。任せた。よし、容赦なく殺していく。多分殺さなくても大丈夫なんだろうけど。お、ティアが開く。お、あれ、突然フィールドオブドリームズみたいな。大変だよこれ。やばー、ハリケーンが。いや、でもこれでよし、崩れた。どこどこいるはずいるはず。よし、任した。行こう行こう、帰るぞ帰るぞ。一体なんで、ほら味方でしょ。よし、逃げまーす。逃げるぞ。弾を使ってる暇はない。嘘でしょ。よし、ここから通れない。よし、解放する。もう大丈夫だ、安心しろ。俺は、うわー、えぐいの刺さっとる。やって、よし。針の穴でかい。なんとかして。何を、まあ、助けますよ。
君宛にこれを預かってる。これはさあ読んでみてくれ。ニューヨークの悪夢が現実になる。そして私なの。私がそれを。彼女がソングバードから逃れる方法を教えてくれたんだ、うん、飛行船を見つけて。ハリーだ、エリザベス、お前が行きたかった。私たちは行けない。カムストックを見つけるのよ。なぜだ。あいつが私にしたことを見たでしょ。許せないわ。じゃあなんだ、あいつを殺すのか。私に説教するつもりなの。人のこと言えないでしょ。まあ、お前にあいつを殺させはしない。本気なの、ムカ。どうやって私を止める気。どうもしないよ。俺が代わりにやるんだ。行くのかい、これで。あの先、あ、アイテムとか大丈夫かな。弾6発しかない。こっちじゃないんだ。預言者を探そう。カムストックの飛行船が外にあるわ。預言者の手とかいう名前も。どうして知ってるんだ。ここに長いこといたから、うん、どれぐらい。部屋ってほど。このエリザベスは一緒に来たエリーだよね。彼が手に入れたものを使えるのもあと少しね。いろいろわかんないね。あ、ここ開けましょう。うん、すぐに開くと思うわ。完了よ。いや、エリザベスはね、闇落ちを防がないとダメだと思うんですけど。ライフ、シールド。もうシールドをずっと上げていきましょう。完璧だ。お、アリソン。この手術を行えば、彼女の問題は大いに改善されるはずだ。どういう手術だ。一旦装置を移植すれば、彼女が周囲を変化させようとするたびに痛みを伴う電気ショックが与えられることになる。あ、ティアを開けられないようにするってことか。ハーブロフの犬と同じことさ。彼女は唾液を流すのではなく泣きわめくことになるがね。アムストックとブッカーは同一人物ですよ。ちょっとこれを見てもらえるか。問題ないわ。終わったわ。だってカムストックの娘じゃないとダメだから。そしてこのブッカーにも娘がいますからね。アンナ・デュイットっていう右腕のね、手の甲に彫り物をしてあるやつ。アナ・ブッカー。どういうことなの。アナ・デュイットだ。この暗号は解読できるものばかり。でもこのシンボルは。そうなんだよ、俺がね、鳥かご選んじゃったんだよ。カゴなのね。これについて彼女はなんて。何も。いやでもエンディングがね、ことごとくね、記憶にないですね、このインフィニットは。バイオショックはね、めっちゃ覚えてんのに。まあ、エンディングのあるワンシーンはめっちゃ覚えてますけど、インフィニットも。この辺全然記憶ないね。びっくりするぐらい。あ、弾。あ、これ弾じゃないんです。感動現象。まあ、今頃買ってどうすんのって感じですけど。他。いいかな？ルカ、ロックピックよ、取って。どれ？あ、あったわ。どれとか言ってしまった。見て、あれは預言者の手。カムストックの船よ。あ、でかっ。思ってた5倍ぐらいでかい。いや、もっとでかい。あなたが一人で行くつもりなら、私も一人で行動させてもらうわ。デュイットよ、
予言に逆らうか。お前は投石機から放たれた石だ。飛び立つ瞬間にはこの上ないスリルを味わえる。頂点では絶景に息を呑む。しかしあとは落ちるだけだ。重力がお前の息の根を止めるまで。まあ投石機の石ってね、リロードすることができますからね。ただの捨て駒というかね。あれ？顔一緒じゃない？あれ？デイジー・フィッツ・ロイと。気のせい？気のせいかな？気のせいでしょ。ほらもうなんかもうライフル構えてるように見えてきたよ。何の音だ？見て、危ない。すごいね。撃ってきてんじゃないか。いや、それは違うぞ。お、ボレーガン。あ、すごいの来てんじゃん。周りを見ろ、エザベス。全てお前のために作ったんだ。待って待って、まず味方になってもらってロケットオートマト。何をしてくれた？そいつにとってお前はこれまでのお前、つまり目的のために利用される存在に過ぎないのだ。ほら全然効いてないな。あのモスキート呼ぼう。なんかシールドあんまり効果ないのかな。何も見つからない。何もない。ちょっと待ってね。ほらボレーガンが大したことない。本当にだ。ちょっと待ってね。いけるまずこいつ倒しよう。よし、オッケー。レイトリオット、うわ2体もいるし。やるな。バッチリよ。主が裁き、我は行動する。さあどうしようかな。これいける？よし、修復完了。食らってなさそう。あと2発。ありがとう。マジこれボレーガンも全開するのちょっと強すぎる。ボルテーガン弱いな。たまない？エリザベス。モスキート行こう。いや、でもあと1発2発ぐらい。弾がもうない。よし、オッケー。いいぞ。エリザベス。ちょっと待って、全然出てこない遮蔽物が。あと4発しかないよ。もう少し探させて。そうだね。やばい、弾がなさすぎて。ロケットオートマタン復活。4発。危ねえ。回っていこう。あ、全然俺使わないやつ。殺してやる。まだ生きてる。よーし、これでクリアかな。いや、まだいる。武器を捨てろって言ってますね、遠くでね。これは何が墜落してんの。なんでこんなことなってんだろう。これエリザベス対カムストックみたいなことやってんのかな。戦闘中のため鍵を開けられない。なんてめんどくさい。いた。近くにいる？エリザベスか。やったかな？こっちですね、もう。シャトルよ。あれで船に乗り込める。
これがシャトル？ほら、弾よ。あーでもね、終わっちゃったんだよな。殺しちゃうと弾もらえないからね。さあ、ちょっとこっち開けていきましょう。錠前破りの技を試してみないか？問題ないわ。そう、まあ別世界の行き来ができるっていうのを解明したのがね、あのルーテス兄弟ね、まあ、兄弟というか双子というか同一人物なんですけど。兄さんが最後通帳を突きつけてきた。連れてきた少女を元の場所に戻さなければ私たち兄弟はもう一緒にはいられないと。これね、兄はそれで全てを白紙に戻せると考えているようだ。しかし私にはそのページにリア王の物語が書かれているのが見える。とはいえあの人は私の兄さんなのよ。だから私は自分の役目を果たす。たとえそれが涙のうちに終わろうと。よし、ロックピック。まだあるってことはまだ出てくるのかな。行きますか。ウォールハック。まあ、ルーテス2人がねその別世界に行っても全く問題ないので、多分ねウッカーとカムストックも行き来ができるんじゃないかなっていう。ただまあね、若干のその記憶の際というかね、ウッカーもなんか戻ってくる記憶があるみたいな話をねしてたと思うんですけど、どっかで。皆さんよければ高評価よろしくお願いします。あ、ソングバードいるじゃん。いやー、ボレーガンどうだろう。何？私たちのやったこと、いつかはちゃんと償えると思う。償いなんて何の意味もないさ。部下、あなた神が怖くないの？俺は君が恐ろしいよ。来てる、まあ、突然のこういうのって、なんかやったら USJ 感あるよね。どこどこどこ、空から、空から。あ、あれね、オッケー、いいよ。いや、もうボレーガン打ち込みまくるから任せなさい。全然合わせてこない。おいしょ、全然ダメじゃん。待って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 、武器が。勝って死ねる。いてえ、死ねる。普通に回復薬ないの。ガンシップ、いやガンシップって言われにガンなさすぎじゃない、あれ。もうちょっとないのかね。ガンシップってなんかもう手持ちのガンしかないんですよ。もう最悪だね。弾もらいます。これ効くかな。よし、 OK、 よし OK。 硬いね、切れるよね多分ね。あいつに任せよう一旦。見て、ボックスよ、船を攻撃しに来たんだわ。あ、もしかして切れない。危ない。よし、ポケットどこどこ。あーそこね。まあ、やってくれてるからまだ。そろそろ切れそう。危ない。見失った？見失ってないよ。いますからね、ずっとね。なんか追ってった。見て、まだまだ来るわ。やり過ごしたっぽいな。ビガーメニュー、いや別にいいよ。この結局これが一番強い。ちょっと仲間内やってもらおう。ありがとう。よし、いい感じじゃない。いやもう体力回復したい。お、倒したっぽい。
あ、ちょっと待って、ちょっと待って。やばい。確かこれね、一体ずつしか仲間できないんで。やば。死んでる。こんなところで死にたくない、ここまで来て。待って、割とまずい、マジで回復力なさすぎる。ソルトの回復しかない。いいぞ、ナイスナイス。ガンシップ戻る前にあれ壊さないと。当たるかこれ。味方撃つなじゃなくて、味方じゃなくなるから。ナイス、完璧。体力がミリです。死体消えたし、ちょっと待って。いやもういろいろピンチなのよ。このままパリまで行くか。それなら私は途中下車するわ。私の問題だから。君を見捨てたりはしない。ライフキット、あ、あるじゃん。見て、ありが。船のあちこちにスカイラインが張り巡らされているわ。本当だね。モーターパトリオットのポットもたくさんあるわ。モーターパトリオットはそこから出てきているのか。あ、これポットを何とかしないと。サナギは近寄れないな。カムストックは船のてっぺんよ。行きましょう。やば、やばいですね。サワさん、こんばんは。ありがとうございます。信用していい男でないことくらいはお前にもわかるだろう。お前はすぐにルイットに比べて私がいかに優れているかを知るだろう。これ敵じゃない。リロードして。モスキートいますけどね。あのモスキート出してみよう。エリザベス、向こう側に敵いたい。いるじゃん。ショットガンはいらなさそう。よしよし、いいぞ。よし、オッケー。さあ、いいのかなこっちで。ドーマスリメインクローズ。血まみれに来てないこれ。いるじゃん。いるじゃん。こっち行かないとダメなんだね。あ、いた。あれ当たんない。ありがとう。こっからパトリオットが出されるんだね。やべ、待って待って、リロード、リロード、リロードさせて。当たんない、全然当たんない。あと一発リロードして。いや、マシンガンよりも多分ここは今スナイパーライフルの方がいる。行きましょう。まだいんの、大丈夫かな。でも行けなくないこれ。あ、そっか、ラインを使っていけってことね。いて。何も見つからない。どっから来たのよ。ちょっとどっから来たの逆に。湧いた？ラインが張り巡らされてるわ。どこのことなんだろう。全然ラインっぽいのがないよね。飾りじゃん、もうただの。うわ、めっちゃいるよペイトリオット。アメさん、こんばんは、ありがとうございます。謎ですね。開くじゃん普通に。お、武器庫完璧。ただまあ割とスナイパーライフルと、いや、ハンドキャノンの弾があればね、完璧なんだけど。やめて、危ない。ありがとう。
外した。いやマジシールド様様、シールドいいね。お、これは回復しそう。ソルトか。ああマリー忙しいね、やっぱり本当にね、忙しすぎるみたいなコメントありましたけど、この後半もうストーリーどころじゃないもんね。いぶりがっこ、いぶりがっこってなんだっけ。よし、来てる、いる、やばやば。この不毛な戦いは若干昔のコールオブデューティーみたいでいいね。フリーフォールの、大したアイテムない。よし、リロード。敵無限脇？んなことはない。行きましょう。あ、これまだね、壁がねあるんだね。いますね。あ、食らってない、素晴らしい。痛い、ほらほらほら、あぶねー。さあ格納庫のスカイラインを確保。いやこれまず、あ、次の甲板に続いてるわ。ダメじゃん。ポットのあるラインを確保できれば上の甲板に行けそうね。はい、あ、ま、ありがとうよ。よし、いいぞ。これか、あ、これだ、スカイラインこれで使えるようになるんだ。これで大丈夫だ。うわ、え、主の到来に備え行っちゃったよ。下界ソドムを焼き尽くす炎の火種を見た。いやなんかあれだね、しかしサウルの動く城も出てきたよね。こういう飛行祭、エリザベス、お前の仕事だ、お前がそれをやるのだ。いやこれスカイライン使えるわよ。まあね、ここで使うのね、もうね、どっちに行くのか分かんない。行きまーす。ついてこい。ほらもう艦隊じゃない。偽りの羊飼い。そしてもう一方の傍らにはボックスポピュライの残党か。彼女を運命のもとに送り届けるためであっても命を差し出すつもりはないというのはどちらだね。歓喜せよ、死は苦痛ではない。どこに行くんだろう、ずっと乗ってるもんなのかな。あ、違いそうだね。一周ぐるっと回ってきましたね。あ、上の階に着きましたよっていうね。いきますよ。よし、これもう下はクリアだもんね。上行かないとダメなんだ。どこどこ？あれ、エリザベスもう上にいるじゃん。こんにちは。あ、ラムですよ。よし、ラムノットのラム。どこどこ？どこどこ？一緒に追っかけっこしてたんだね。これか？違うね。ちょっとポスター見よう、ポスター。ラムって書いてあった。Prepare the coming of the Lord. The Ram shall fulfill my destiny. ほら、もう羊が、迷える子羊が、私の運命を満たすであろう。いやいいですね。医療キット今いらないね。道が塞がってる、上に行くにはスカイラインを使うしかない。なるほどね。そうなるか。とりあえず弾買っときましょう。
お、キャットさん、こんばんは、ありがとうございます。いぶりがっこはたくあんの燻製みたい。ああ、そうですね、ありがとうございます。なんで出てきたんだろう。スナイパーライフルいいですね。いい。スナイパーライフルともハンドキャノンでいけちゃうんじゃないって気がしてきた。自分は死にまくりでした。いや、ここね、きついですよね。お金欲しい？お金欲しい？オッケー。こんなティーネイジャーからお金欲しいとか言われたらね、欲しい。欲しいって言っちゃうな。どこに行くのこれ。スカイラインを使って。どのスカイラインからなのか全然わかんない。あ、さらにここでね。発射パネルがある。ラインについてるボットを何とかしよう。なんか来てないこれ。気をつけて、対空砲よ。どれどれ。あ、本当だ。どうしてあんなにゆっくりなの。さあな。とにかく待つしかない。本当にゆっくりだね。もうこれ乗っとくのが一番安全な気がしてきたな。それだけか。それだけか。あ、これが一番安全ですね。やっぱね、ぐるーっとこれで回っときゃなんとかなる気がする。戦わずして楽をする。いかに楽をするか。まあ、弾が本当にね足りないゲームなんでね。ノーマルでもきついですね。これね、生配信に切り替える前もね、弾なくなったりして割と下ってたんですけど。待て待て待て。やったかな。さあ4分の1終わったとか言ってたけど、今どんな感じなんだろう。まだ向こう、あと少しね。よし、味方に。あ、ペイトリオットいるじゃん。ペイトリオットとは関わらない。まあ見つかったところでね、今ジェットコースター楽しんでるんでね、受け取ることはできないんですけども。ルカ、これでラインを使える。あ、ライン使える。オッケーオッケー。ちょっと待ってね、逃げます。行きますよ。行きます。これで上に行ってしまえばもうこっちのもん。私はお前を打ちのめすだろう、デイット。しかし、ずっと自滅願望を抱えているお前が私の寄生を制することになるかもしれないな。参りますか。エリザベスのこのついてくる能力すごいね。お、サマさん、アラサーですがお金欲しい。ああ、欲しいです。ありがとうございます。サマザベスって呼ばせていただきます。サマザベス。サマザベス。サマザベスさん、ありがとうございます。トランプさん、ドジっ子だけどね、FPS ね。キルで1ぐらいはありますからね。いやー、サマザベス、ありがとうございます。こっちも行けますね。いっか、もう下降りなくていいもんね。いや、なんかこの静けさはもう絶対ラスボスよ。ほら、カービン銃とかソルトも最大。行きます。あ、でかいのいる。やば。あれ、知ってる知ってる。これも味方にも。投げるわよ。ありがとう。ほら、まず味方。もうひどい、いろいろひどい。よし、どう。危ない。まあ、ハンディーマンがビリビリやってくれてる間はね、大したことないんで。それしかないの。いきます。ずっとこれの繰り返しだな。
いい、いい感じ、いい感じ。いや、もうタレット最高。ロケットタレットなかった。今だ、やれ。バッチリよ。ナイスナイス。いきます。なんかロケットマンもね、なんか苦しんでる感じあるよね。よし、危ない。マシンガンタレット、あ、近くにいる。よし、行きます。まだこれで体力半分って。ほらほらほら、あ、チャンス、めっちゃチャンス。玉切れ、こんなところで。うわ、まだ死んでね。よし、弾ありがとう。ありがとな。でもハンドキャノンの弾、 ありがとう、ハンドキャノンの弾だ。ちゃんと分かってる。いきます、飛び降りまーす。ダメなんだ。それで全部よ。待て待て、うわー、マジかよ。医療キットいらないわ。いきます。大したアイテムないでしょこれね。あ、待て、危ない危ない。ダメージブースト、スナイパーライフルすごい良かったんでね、強化していきましょう。連射ブースト、弾薬増加、ダメージブースト2。いや、ほんとカオスですね、この最後ね。ちょっと嫌だな。サワザベスさん。なんかちょっとザマス感が出てきますよね。英語の勉強しながら、あ、いいですね。頑張ってください。英語難しいですよね。お、ファンド現象。今日本語バリバリの、英語全然出てこないゲームですけど、さあ行きますよ。過去を清算しに来たのか、偽りの羊飼い。しかしお前が償いの道を見つける前に時間は逆行を始める。この世には許されない罪もあるのだ。ああ、ああ、確実にあれだね、今降りる場所を間違えたやつだね。行きます。ここだろう。びっくりした、ちょっともうエリザベスだけ閉じ込めるのかと思ったよ。カムストクと対峙しろ。ここは私のいた塔。それにこれはサイフォン。塔でも見かけたぞ。上で君が歌い始めたら、エリザベスの写真反応していた。母さんのお墓にも小さなやつがあったわ。この装置が私の力を吸い取ってたのよ。それで、そのせいで、小さかった頃はティアを開けるだけじゃなく新しく作ることもできていたの。でも塔の中ではできなかった。なるほどね。さあこっち。コントロールされてたんだ。これがバトルシップベイの戦いとかね、崩れてますね、崩壊してますけど。これは何、フィンク。これで終わりにする。フィンク、ダメよ。私とあの人の問題なんだから。おい、ダメなの？こいつは罠だぞ。それでもやらなきゃいけないの。さあおいで。噛みつきはしないから。おお。ああ、こんなに大きくなって。教えて、私は何なの？ひどいありさまではないか。おい、彼女を話せ。エリザベス、私がしたことは全てお前を守るためだったんだ。守るって何から？預言者の種は玉座につき、人間の山で炎に溺れる。だが大天使はこうも言っていた。預言者よ、
偽りの羊飼いブッカー・デュイットに用心しなさい。その男は彼女と運命との間に立ちはだかるでしょう。どうして？デュイット、私は愚か者だ。お前を止めようと軍隊を送り、天から火の雨を降らしたりしてな。実際はそんなことをする必要などなかった。彼女に真実を告げるだけでよかったのだ。その男に尋ねるがいい。お前の指がどうなったのかを話して。聞け、偽りの羊飼いに。止めないと。彼女に言う。自分の娘だろうが、このクソ野郎。お前は自分の娘を見捨てたんだ。それと引き換えに何を手に入れた。ブッカ、言ってみろ。ブッカ、言ってみろ。これで終わりだ。何が終わりだ。ブッカ、貴様は彼女を幽閉し、ブッカ、彼女の指を切り落とし、しかもそれを俺のせいにしたんだ。ブッカ、やめて。殺したのね。あ、やってしまった。どういうことなの。教えて、私の指が何だって言うの。さあな、俺は生まれつきそうなのかと思っていたが、わからん。鼻から血が出てるわよ。エリザベス、こいつが何の話をしていたか俺にはさっぱりわからないんだ。いや、わかるはずよ。思い出せないだけで。いや、証明してみせる。あのサイフォンを破壊しよう。扉のどれかの向こうに答えがあるはずだ。サイフォンを壊す。塔そのものがサイフォンなのよ。どうやって壊すの。わからん。何か考えてみよう。殺しちゃったよ。そんなおじいさんを。だいぶ通ですよね、この飛行船内に庭を作って水を流すっていう。もうラピュタ、ラピュタだね。さよなら、カムストックさん。もうちょっと止めるの待ってたらなんか話聞けたのかな。ブリッジ開けられるか。すごい、ちゃんとね、反対側からも。あれ、ビートリオットじゃん。ここにもあの紋章が。すごいね、バトルシップだねこれはね。しかもこの感じはあれだね、ソルトが置いてあるのとか、このラインが引いてあるのを見ると、今からあそこで戦闘がね始まりそう。刑事って鳥かご？ニコラス刑事。どうした？何を伝えようとしているの？鳥かご刑事？鳥かご俺がね選んじゃったんだよ。私たちにとって何が最良かを。部下、これから起きることを彼らは知っていると言います。部下、これはまずい。このことが分かり、この未来が見えていたのですか。確認者よ、あなたの娘は許可ではなく私たちが墓に埋めるのです。あ、本当だ。おい、何している？あいつに聞かせるのよ。ああ、なるほどね。エリザベス、やめろ。C-E 単語じゃなかったのよ。どういうこと？コードなのよ。刑事？あ、C-G って音階？ドラソミ？ドラソミですか？し、大丈夫。聞いて。助けてくれる。私を守ってほしいの。たった一回、今回だけ。お願い。さあ、行って。ほらほらほら。部下行けるわ。ボックスの艦隊と戦うの。ここで？ソングバードが頑張ってくれるの？注意して。
ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、いろいろ、俺の理解が追いついてない。待ってね。ソングバードに命令を出して攻撃できる。わ、すっごい。ハイライトされたターゲットを指定して F で攻撃命令を出す。どうやって？部下、行き先を伝えて。どういうこと？この辺で降りて、でこれで投げるわよ。ありがとう。命令できてる、これ。こいつが落とされちまったら先に進めない。よし、なんかこれでいいはず。命令出せてる、これ。あ、いいね。長押し地上攻撃。こっち。うわ、かっこいい。かわいいし。でもあのソングバードの目の色が変わる感じはもう完全にビッグダディと一緒だからね。同じなんか技術を使ってる感じするよね。クールダウンがあるんだね。よし、バードがいけるって。おっと、死んだじゃん。入ってきました。いきまーす。割とすぐ復活させてもらえる。いきます。攻撃してこないね。ここにいますよ。どこ？あ、どこに飛ばせばいい？あれだね。あれだ、ガンシップだ。うわ、強ー。めっちゃテンション高いし。よし、まだ来るわ。いきます。ほい、完璧。硬いね。さあ、弾がない。いいぞ。よし、パンチして。もう一回行きまーす。彼をどこに呼ぶのかだよね。もう一発。違う。よし、オッケー。リロードして、あれあれやっとくか。もう誰もいないけどね。よし、オッケー。ありがとう。ね、ソングバードのぬいぐるみ欲しい。まあでもビッグダディのね、フィギュアがもっと安かったらそっちの方が欲しい。飛行船よ。すごいじゃん、すべて。いや、マジで言ってんの。いや、まあソングバードいるからね。うわー、ペイトリオットめっちゃ来る。最悪だね。いや、これひどー、これひどくない？もうだってここにいるしかないじゃん。ここ来ないのかな、逆にね。ここまで来たら。そういうことかも。よし。あ、上からだったらペイトリオットの背中がすぐ撃てるんだ。来ないよね。あ、本当だ。いいだぞ、飛行船だ。えぐ、うわ、かっこいい。ボックスの飛行船ね、すべていけそうな気がしてきた。この背中のこれが弱点のはず。完璧、2発じゃん。よしよ。いや、逃げ道がないの確実にそっち。最初からここにいたらよかったね。いや、全部って多い多い。どこ？静かですよ今。
いるんだね、どっかにね。行く？行きますか。あ、いた。外した。よし。また来ます。行きますよ。あ、そんな上来るんだ、上来るんだ。嫌な感じだね、場所がね、本当にね、やばい。まずいです。医療キット。ロングバードいける？ちょっと待ってね。あそこ行こう、あそこ。あそこだ。順番にもう行くしかない。いや、上にあそこにいるの厳しいな。これはもうここで降りて、こうして、こうだね。今味方でしょ？味方でいてもらって、なんでこんな撃ってくんの？味方でいてもらわないと。ああ、壊れる壊れるこれ。ストングバード呼んでこれ。ありがとうなんだけど。これこれこれ。ナイスナイス。よし、これで OK。当たんない。よしよし。いや、まだ生きてるし。ちょっと待って、マジ船の体力がなさすぎる。うわ、船の体力右。おいしょ、リロードしなきゃ。ひどいひどい。ソングバードは？ソングバードの用意はいいわ。行って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 。よしよし。パトリオットの準備が OK。パトリオット俺が出せるってこと？いや、どういうことか全然わかんなーい。そうだね。もう俺これダメな気がするな。玉切れ。やば。玉切れらしい。ありがとう、助かる。あ、終わる、終わっちゃう。勝ってー。ソングバードは？よし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 。あ、待って、ロケラン持ってる、この人。あ。目標失敗。ボックスが機関のコアを破壊した。ひどい。ちょっとひどい。命名いただきましたので、不本意ながら、解明いたしました。サワザベスさん、どうも、はじめまして。よろしくお願いします。ソングバードね、行きましょう、行きましょう。はい、これ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 。よし、余裕。とりあえずこれ一旦上行きましょう。このゲームを俺がクリアしないと、サワさんがサワザベスを卒業できない。ガンシップ？まだ？ソングバードまだ？頑張って頑張って。そこまで着く。いってらっしゃい。ガンシップを破壊しろ。あ、こっち先にやっといてもよかったな。誰も乗ってないガンシップ壊したってね。使い方大変だ。やべ、来てる。船の上。めっちゃヘッドバンしてる。投げるわよ。ほら、弾よ。どこどこ。あー、来てます。あれは、あれきつー。ソングバード早く。ソングバードマジで早く。
あれ割とす、あれ割とすごい。あれあれ、よし、まず監視。ナイスナイス、ソングバード。見たい。さあどこだ。いやもう全然ね、このね会話とかね声を聞く暇がない。よし、 OK、 一発二発。どこに飛ばせばいい。いやまだ合わせなくていいかな。来た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 、 こいつ行こう。こいつ、サワザベスさんのために頑張らないと。飛行船よ、行こう行こう、飛行船行こうよ。これ壊そうよ。こっち、こっちでね。よし行きましょう。飛行船を撃て。完璧、ナイスナイス。ペイトリオットが飛んできました。弾？ミスターデュイットですよ。後ろ。よし、オッケー。よし。いい。次あれだね。次あれ、急いでいこう。他にも何かあるかも。ちょっとあれ壊しようないからね。押しようないけど、味方になってる今。味方にはなってない。うわすごいとこにいるじゃん。よし、壊してしまえばいいかな。いやーソングバードポゼッション効かないんだ。これ別にいいから、もう壊してあるだけだしね。パトリットも大したことない。行きましょう。あいつあいつあいつが一番やばい。よーし完璧。こんなのよくクリアしたわ、プレステ3で。ごめんなさい、それで全部よ。待ってね。あーどこまで行くの。いやそこまで行っちゃうとね。いや、まだ撃ってるやつがいる。弾薬ね、これじゃない？あ、弾薬ない。弾薬ない。ピンチです。バードが行けるわ。はい、行ってもらおう。降参だ。あそこにロケットよ。どこにロケット？え、パトリオットのね、武器とかをね、ぜひともパクりたい。どこどこ？また来てるんだ。もう一周行きましょう。一周回っていきましょう。ああ、これも倒さないと。よし、もう一発。頭いただきます。ありがとうございます。もし OK、 いくぞ。 OK、完璧。パトリオットの銃欲しい。あ、パトリオットの銃、クランクガン。待て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 、乗りたい乗りたい、はい、乗り降りて。弾ある。やべ、これやらなくてよかったかも。いけるかこれ。弾切れ早。バードバードあれだな。飛行船だ、落とせ。すぐに何か見つけるわ。やった、買ったもん。これ何ゲーム。弾ちょっと待って、ありがとう。めっちゃ溜まってる。
半分でもさっきより多分いいはず。よし、オッケー。一旦これでね、だいぶ綺麗になってきたんじゃない。死体が消えるのも早い。あ、終わりました。よかった。順調だったな。いや、順調じゃないよ。全然順調じゃないよ。リトライしたからだよ。お、ソルト。え、で、どこ行っちゃったの、エリザベス。先に行っちゃったんだ。あんなところで。うわ、めっちゃ焼けてる。部下来て。なんだ、どうした。見て、ソングバードを使えば何もかも破壊できるわ。あ、なるほどね。サイフォンもね。それでいいのか。真実を知るためならね。私の指のこと、カムストックのこと、すべて。上を取る。よしやろう。全部ぶち壊そう。かわいい。いいよね、飛び込み方が。ちょっと懐かしさ感じるわ。うわ、すごー。あれ、呼び声が。エリザベス。あれ、なんか嫌な予感する。コントロールを失った。奴が来る。あ、全コントロールを取り戻したんだ。あいつは、奴はどこだ。あー、来ましたよ皆さん。来ましたよ皆さん。Welcome toマフシェ。大丈夫。私はここに。もういいの。あ、突然深海に飛ばされて。そうよ。水圧で。うわぁ。エリザベス、気を落とさないでくれ。そこにリトルシスターが。あそこのビッグダディもダウンしてる。ここは何なんだ？エリザベス。扉なの。扉はたくさんある。こっちよ。扉、どういうことなんだ。どこへ行く。いいから、こっちよ。カムストックがお前の指について言っていたが、その答えがここにあるのかな。こっちよ。これはでもバイオショック初代と若干ねマップが違いますよね。部下こっち。リトルシスターが。いやー、帰ってきましたよ、ラプチャーに。バサスフィアーに乗ってね。でももうこのね、この配置はあれだよね、初代と一緒なんですけど。ここに行かなくちゃいけないの。何、一体何なんだエリザベス。扉がどうしたって言うんだ。ビタチェンバー、見せたいもの？嫌な予感がする。いや、もう BGM がね、いいね。海底都市だって？バカげてる。いや、まあ空中都市見た後だからね、何でもありなんじゃない。マユさん、こんばんは、ありがとうございます。壮大だ。何、数千の扉が一気に開いた。何、星のこと。すごく綺麗、うん、星か。ロマンチックだね。来て、さあこっちよ。さあ、バソスフィアってこんなところに繋がるの。もうちょっとなんか灯台の地下から行ったんじゃなかったっけ。いやー、ちょっと灯台の作りがね、また違いますね。
ダメね。なぜなの？私たちはここへ来たことがあって思い通りにできるはずなのに。どうして？おい、それは鍵よ。どこにあった？ずっとここにあったのよ。見えなかっただけで。ね、星じゃない、扉なのよ。扉だと？あらゆる場所につながってる。好きなのを選ぶだけよ。好きなの？この灯台は何なんだ？俺たちは一体。数えきれないほどの世界があるの。同じようでいて違い、変わらないようでいて変化する世界が。何？あるのはいつも灯台。うん、一人の男、それから都市。なぜわかる？扉を通して見えるの。あなた、私、コロンビア、ソングバード。でも何かが違う。変わらないようでいて変化する。そうよ。変わらないようでいて変化するのか。でもここから先はもう行けないんだ。もうここまでしか来れないらしいですよ、エリザベスさん。あれ、あ、見て、俺たちだ。正確には違う。私たちは別の海を泳いで同じ海岸に漂着した。始まりはいつも灯台なのよ。わけがわからん。わからなくていいの、結果は同じだから。これはあの、あれだね、そういうものだからよ。過去においても未来においても道はたくさんあるようだ。でも行き着く場所は一緒なの。始まりの場所よ。俺は迷子のままだ。部下、あなたも言ったことがあるわ。どこ？わあ、めっちゃ綺麗。いや、まあマジで10年前のゲームとは思えないよね。走ってる走ってる。向こうの俺たちも走ってる。あえて離れていく。あ、到達しちゃう、あの子たち。待て。来ました。ここは見覚えがある。俺はここにいた。そうなんだよ。20年前、ウンデッド2の直後のことだ。何かを探してた。そう、確か。さあ早く、時間の無駄ですよ。どうしてここに？過去を消す準備はできましたか？これより罪を浄化し生まれ変わるのです。さあ準備はできましたかな。では私の手を。いやだ、俺はそんなつもりじゃ。でももうやってしまったんでしょ。生まれ変わる覚悟はいいですか？ああ、さあ、洗礼を受けます。罪を憎みますか？ああ、自らの邪悪さを憎みますか？ああ、過去の自分の全てを捨てたいと願いますか？子羊の血の中で生まれ変わることを願いますか？ああ、主よ、この男を浄化し、ああ、新たな生を与え、たまえ。クソ、離せ。何をしている？離してくれ、離せ。おいおい、やらなかったのね。川に浸かれば過去を変えられるとでも、うん、行こう。この扉は君が出したティアなんだろう。開けてくれ、パリに行こう。こんなところはもうごめんだ。カムストックを探すのが先。カムストックは死んだ。いえ、ここにいたの。こっちよ。今ここでね、ルートが分かれたんですね。まあここでそのウンデッド2のね、傷を癒そうというか、罪を滅ぼそうとしたブッカー・デュイットが、まあ、洗礼を拒んだと。その結果今までの旅路につながるわけですね。あとこうバプティストってね、こう洗礼を受けた時にね、洗礼のね、また新しい名前をもらったりするんですよね。ここ
借金の件は。娘を連れてくれば。ルーってすさ。借金は帳消しだ。君を探すのは彼の依頼だった。そうなの。ああ、借金と引き換えにな。1893年、さっき1984年のニューヨークにいましたからね。100年後よ、もう100年後にエリザベスおばあちゃんになっていましたからね。まあ、ブッカは本来生きてない。待て、何か変だ。どうなってる。ここに赤ん坊はいなかった。間違いない、赤ん坊なんかいなかった。いてもこんな男に任せるか。ブッカ、やらないことには先に進めないわ。おい、デュイト、時間がないぞ。娘を連れてくれば借金は帳消しだ。扉だけ待って。扉が見えるの。でも最後には渡すことになる。その向こうにあるものまで。カムストックか。他に道はない。借りは返してもらった。カムストックが全ての罪を洗い流す。娘を連れてくれば借金は帳消しにしてやる。赤ん坊はいなかった。コロンビアからお前を連れてこいと言われただけだ。ルカ、血が出てるわ。血がずれてるな。本当にあったことは、あの時混乱させてしまったな。これからもっと混乱することになるでしょうけど。さあ、オープニングだ。ここに何の用がある。カムストックは死んだんだ。俺たちとはもう関係ない。こんなところで死んだ。チェンリンのように、カムストック夫人のように。いえ、彼は生きてる。無数の世界の中でね。預言者が死んだからといって終わりにはならない。彼がそもそもこの世に生を受けなかったことにしなければいけないのよ。おお、そこまでやるの。このように生をね。カムストックが生を受ける瞬間ってどこなんでしょうね。お母さんから出てきた瞬間なのか、洗礼を受けたその時なのか。デュイット、娘を連れてくれば借金は帳消しだ。おい、待て、取引は中止だ。だいぶ不安定になってるんだ。聞いてるのか。取引はなしだ。赤ん坊、その子を返すんだ。若彼氏カムストックだ。何を言ってる。無理だ、不安定すぎる。掴みかかる。赤ん坊を返せ、クソ野郎。いや、行きましょう。待て、ダメだ、頼む。アンナ、止めるな。止めるな。アンナ、今すぐにだ。娘を返してくれ。やめろ。アンナ、アンナ、嘘だ、こんなことは。すまない、アンナ、すまない。つらい、つらい、すごくつらくなってきた。知ってたけどつらくなってきた。久しぶりに見るとつらいわ。しかも子供いると余計つらいわ。あの子はもういないわ。アンナはいないのよ。あなたは後悔とともにこの部屋に20年近く住み続けた。そしてある日、男がやってきて食材のチャンスを与えた。私たちがまた一緒になるチャンスを。おお、なるほどね。あれ、どうなるかしら。アンナ、アンナ、すまない。
夜勤は自己処罰のつもりかしら。終わったことは終わったこと、なされたことはいずれなされる。彼なりの償いなのね。彼は我々のもの。借金を帳消しに、娘を連れてくれば借金を帳消しに、娘を連れてくれば借金を帳消しに。ほらな、記憶を作り始めてる。自分の説に随分こだわるのね。昔の記憶から新しいものを作ろうとしてるんだ。脳が適応しようとしてるのね。そうさ、俺も同じだった。部下起きて、部下起きて、ここが始まりの場所よ。また戻ってきた。俺はお前を撃った。少なくとも取引から逃れようとはしたじゃないの。みんなカムスタックのせいだ。娘を奪われる前に奴を殺したらどうなる。いよいよ動き出したわね。何年前に戻ればいいか分かるものなのか。うん、それしかないんだ。奴が生まれた年に戻ってベビーベッドの上で窒息死させる。本当に？いや、これはまたいろいろ大変よ。ループしてるよ、いろいろ。カムストックが生まれた瞬間ね。部下、あなた本当にそれでいいの？それしかない。俺がお前にしたことを帳消しにするには。カムストックを殺してやるって言ってましたからね。あー、ブッカー・デュイット、生まれ変わる覚悟はできましたか？なぜまたここに？さっきと同じ場所ではないわ。いや、同じだ。待て、過去の自分のすべてを捨てたいと願いますか？一体誰だ？あなたはここから去った。別の海では違う道を選んだ。洗礼を受けたの。そして別人として生まれ変わった。カムストックか。全て終わりにしましょう。なかったことにするのよ。私たちの中から完全に消すの。奴の首を締めるんだ。首を締める。道が選ばれる前に、あなたが生まれ変わる前に。さて、洗礼名はどうしますかね。彼はザッカリ・カムストック、彼はブッカ・デュイット。俺はその両方だ。いやいい、いいですね。ケン・レヴィンさん、ケン・レヴィンさんは多分次回作には関わらない。いやー、なるほどねっていうね。ルーテス兄弟がね、いない方がいいんじゃないか。まあ確かにね、ルーテスがいなかったらカムストックはね、娘を連れてこようとはなりませんからね。まあ別世界があるんだっていう存在がね、分岐していく世界があるんじゃないかっていう、要は今の我々と同じ生活をね、続けるわけですから。カムストックが好き勝手する世界と、ブッカー・デュイットがね、借金にまみれて、まみれながらも。ブッカー・デュイットの世界だとカムストック夫人とか、ね、デュイット夫人が死んでるんだよね、多分ね。そうです。だから最後エリザベスがね、消えてしまいましたね。何なんだろうね。もう一回繋がってしまったからね、止めるためにはそれしかなかったんだよね。で、逆に言えばこう、今俺らがこう、普通にね、自分たちの世界で、で、平行世界がある確証を得られずにいるまま生きているのは、ね、デュイットと、エリザベスが、
このね、負のスパイラルを断ち切ったから、俺らこう別の世界をね、見たり干渉することもなく、干渉されたりすることもなく、今のね、一本道の世界に生きてるのかもしれないし。そうですね、親子と食材、まあね、やっぱキリスト教、アメリカとかね、なんかそういう話になってくると、やっぱりね、許しっていうストーリーになりますよね。一人だけ残ってたように見えたけど、まあ、あれが消えるのと一緒に暗転するって感じじゃないですかね。まあ、考え方によっては残ってたのかもしれないけど。まあなんで結局ね、インフィニットっていうすごい無限なんですけど、この主人公が行き着く先はね、結局一つしかなくて、まあ、このゲーム自体もね、もうゲームとして作られたものなので、やっぱ道は決まってるわけですよ。いろんな道があるように見えて、あの割とね、平行世界を描いているようで、まあ、それを否定するような、いや平行世界あっても行き着く先同じですよっていうね、決定論的なメッセージがね入ってたりもする、いろんな見方ができるね、いい作品ですね。なんでこれをね、時系列にすごいまとめると、ね、すごい分かりやすいかなっていう気がするんで、まあ解説動画はね、一旦時系列にまとめるっていう、そういう動画をね、出してみようかなと思います。このゲームでウンデッド2の虐殺事件を知りましたね。まあそういう事件は割といっぱいあったんでしょうけどね、うん、自分もそうですかね、初めてプレイした時にね、知ったんだと思います。さあ、というわけで皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。なかなかね、後半はね、ついていくのが難しくて、脱落してしまうね、リスナーさんもいっぱいいたかとは思うんですけど、最後までありがとうございました。デイジー・フィッツロイのね、話とね、ピンクの話をね、実はもっと突っ込めるんでね、それも解説できたらね、いいかなと思うんですけど、ちょっと今回その資料がね、あんまり手に入らなかったので、ちょっと資料集めからね、やっていかないとダメですね。いろんなプレイが遊んでいろんなプレイをしても結局一本道っていうのがゲームとしてよくできてるなって、そうなんですよね。だからその作り的には一緒ですね、バイオショック初代と。バイオショック初代は、この一作と個々人のね、関わりで、いや、お前も操作されてるだけなんだよ、マニュアル人間なんだよっていうね、話でしたけど、今回はね、もう全プレイヤーをつなげてくるっていうね、そういう話でした。というわけで皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、いいね、よろしくお願いします。初見さんはチャンネル登録もね、この機会にしてみてください。では、また次回の動画で。
Home, Lord, my home was lonesome. Yeah. Went back, back home, Lord, my home was lonesome. All my brothers and sisters cried. See, but then now it's too short. Now it's one too short. That's, yeah. Because then it goes, what a home. So here, we'll play it one more time. Went back home, Lord, my home was lonesome. All my brothers, sisters cry. What a home so sad and lonely. And then it's missing the next line. That's what I'm saying, like, this is the second, that's the third, that's the fourth, but then... And I don't think that's supposed to say lonely. Probably lonely. Sad. We're just missing a line. We'll get the actual one. Else. Can we run it through this video? Sorry. There are loved ones in the glory whose dear forms you often miss. When you close your earthly story, will you join them in their bliss? Will the circle be unbroken
should be like slowed down a little bit since it's the last verse. You can do that. Sounds otherwise, cool, there's like, well, otherwise there's just like an abrupt ending, right? All right. Well, what I want to do, you guys are really, really, really good. What I want to do is make it 4/8 worse. I want to take the tempo down a little bit if we can, and sort of start by finding, like, Booker, if you could just be sort of like picking away at the beginning first, and then sort of start to play the song, and maybe then you guys kind of find the tempo together a little bit. I want it to feel, you guys are so excellent and professional. No, it won't be like that. I want to make it sound like it's not like, you know, sure, Sheryl Crow and Eric Clapton in a session. So he gets Eric Clapton, I get Sheryl Crow. Who do you want, Jop? Right. Yeah. Joplin. Xtina. Britney Spears and Seal. Анна. さあ、やってきました。どこの世界線なんでしょう。そうそう、あのね、ブッカーの声優さんがね、トロイ・ベイカーなんですね。あの、最近だとデス・ストランディングとかにも出てたんじゃないですかね。いやー、帰ってきましたよ。死んでなかったんだね。アンナ、アンナ、お前なのか。というわけでね、いや、終わったのか終わってないんかどっちやねんっていうね、最後の最後にね。というわけで皆さん、ね、最後までありがとうございました。クレジットもね、最後まで見てくださった方、デスストランディングはね、ね、名前はヒッグスですね。ヒッグス役じゃないですかね。間違ってたら申し訳ない。さあ、というわけでね、皆さん長らくご視聴ありがとうございました。まあ、解説動画ができるのは、まあ、2ヶ月後とかなのかなっていう気もするんですけど、まあ、でき次第、公開していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。高評価、ぜひよろしくお願いします。では、また次回の動画で。